ライプツィヒゲバントハウス管弦楽団は、ドイツライプツィヒに本拠を置くオーケストラである。1743年、世界初の市民階級による自主経営オーケストラとして発足した。それまでの宮廷専属オーケストラと異なり、このオーケストラの誕生で、自らの城や宮殿などを演奏会場として、音楽を聴いていた王孝貴族のような身分、階級でなくとも、 入場料さえ払えば、誰でもオーケストラ演奏を聴けるようになった。1835年、メンデルスゾーンがゲバントハウスカッペルマイスターになると、技術的にも、そして学院の年金制度創設など、待遇面でも、より基盤が固まり大きく飛躍することになった。ベートーベン・シューベルト・メンデルスゾーン・シューマン・ブラームス、ブルックナーをはじめ、多くの作曲家の作品を初演してきたことでも知られる。 本拠地となる現在のホールは1981年完成の三代目ゲバントハウスである。1781年の初代ゲバントハウス以降、代々のホールにこのオーケストラのモットーが掲げられている。ライプツヒ歌劇場のオーケストラも兼ねているが、ウィーンやドレスデンのように歌劇場管弦楽団が限られた期間にコンサートを行うのではなく、多人数のローテーションによっているため、 オペラ、コンサートともにフル稼働している。学院による自主運営団体については、ゲバントハウス弦楽四終相談や、ゲバントハウスバッハ官弦楽団がある。ゲバントハウス弦楽四終相談は1808年に結成され、2008年に結成200周年を迎えた世界最古の弦楽四終相談で、結成から現在まで継続して、 主席奏者たちにより演奏活動が行われている。歴代メンバーには、メンデルス・ゾーン・ブラームス・チャイコフスキー、これら3つのバイオリン競争曲の各、初演バイオリニストの3名が名を連ねている。声楽では、ゲバントハウス合唱団、ゲバントハウス児童合唱団がある。ゲバントハウス合唱団は1861年、ゲバントハウスカペルマイスターのカール・ライネッケにより創設され、 1869年2月18日、ライネッ景色ライプツヒゲバントハウス還元楽団により、初演されたブラームスのドイツレクイエムで合唱を担当している。1961年4月、初来日時のゲバントハウス還元楽団春行した、新しいゲバントハウスでの最初のコンサート1743年の発足から38年後、1781年。 ゲバントハウスの初代ホールがオープンした時から古代ローマの政治家、哲学者、詩人であるセネカのこの言葉がホールに掲げられており今日に至るまでこのオーケストラのモットーとなっているこのラテン語の文言についてゲバントハウス公式ホームページにドイツ語訳と英語訳が記載されている現在の三代目ゲバントハウスでは客席正面のアレクサンダー出家写生オルガンに 大きくこの文言が刻まれている。アドルフ・ブロツキーの結成した、ブロツキー言学始終相談を、ゲバントハウス言学始終相談の歴史に含めた場合。クワーテッド・トーエブ・ハット・アンドリス・ネルソン・スズオール21、グンハウス・カペルメイスター・ワードン。ありがとうございます。